さて、追っ始めるか。よしっと。出来上がりです。1日2日の間は烙印が悪霊を引き寄せることはないはずです。期待してるぞ。そちらの準備はできましたか？ピリピリするな、これ。何です、この軟膏は。魔女の軟膏といって、五感を鈍らせることによって幽体をより知覚しやすくするためのものです。これから皆さんにお渡しするのは魔法の呪物、精霊の加護を授かった魔法の道具です。よく目を凝らしてください。おや、何かぼんやりしたものが。そう、これがエレメンタルです。宇宙の固体、液体、エネルギー、気体という4つの状態はすべて隔離世における地、水、火、風で象徴されるエレメンタルたちの働きに共鳴したものなのです。サラマンデルは暴れん坊です。危ないからやたらに振り回さないでください。こいつは生かすぜ。それでは行ってまいります。あなたたちに精霊の祝福があらんこと。いらしてたのね。声をかけてあげればよろしいのに。ほんとたくましい子たちだこと。少々危ういところもあるけれど、これでお気に召しまして。それにしてもどういう風の吹き回しかしら。あなたが私に頼み事だなんて。それも誰かのために。同病愛あわれむといったところかしら。それとも利用しているだけ。古き友よ、あなたにまだ人としての心が残っていると信じたいわ。私が手を下さずとも、あの者もまた因果律に導かれし一因子なのやもしれぬ。そうね、神は運命を与えたも、出会いという運命を。その目でしっかり見極めてきなさい。この出会いがあなたにとってどんな意味をなすのか。皆さん、これを指に結んでください。髪の毛？お前の？どうしてこれを？電話をできるようにするためです。テレパシーよ。念はうさんくせえな。そこで今回のトロール退治では皆さんには私の指示に従っていただきたいのです。んだと？冗談じゃねえ。ちっとばかし魔法が使えるくれでリーダー気取りか。それが一番合理的です。戦況全体を把握して皆さんにそれをお伝えできるのは魔術師の私だけなのですから。考えてみりゃ、村を飛び出したあの時から俺はもう戦場にいるのかもしれねえな。その俺が他人に頼ろうた迂闊だったぜ。利用してやら、とことん。何もそんなに意地を張らなくても、頼るがよい。師匠としてどっぷり甘やかしてみせよう。人の心を読むな。弟子にプライベートなどない。ドロよ、そもそもお前はこの私から剣を学んでどうするつもりなのだ。士官でもするつもりなのか？笑わせるぜ。この俺が士官だ。真っ平だね、宮遣いなんざ。じゃあどうして？いいか、俺が目指すのは士官だの立身出世だの世間の方にはまり込もうってな、さまつなレベルの話じゃねえのよ。
俺が目指すのはな、ズバリ最強剣士。ふん。トロール襲撃の際、村人が立てこもるとしたらここでしょうね。やはりここに陣を張るしかない。けれどこの場所は、はあ、お師匠様の言いつけでなかったら誰がこんな村。どうした？寺院の立っているこの場所はかつてこの土地の精霊を祀った神殿の跡です。法王朝はこうして精霊信仰の聖地を踏み潰し、教義を自らの権力を誇示する道具にしています。人々は神の名を唱え争い、神の名を唱え救いを求めます。繰り返し飽きることなく、自分たちが忘却しようとしている者たちにこそ自分たちを救う鍵が隠されているかもしれないのに。だったらやめりゃいい。お前にその気がねえなら、何もそんないけすかねえ連中のために危ない橋を渡ることはねえ。言われたから嫌でもやるってのはガキの使いってんだぜ。なんて礼儀知らずで不真面目な人なの。こんな人が私の運命であるはずない、絶対。ああ、トロールの大軍だ。来た。シールケ、準備はできてるわよ。トロールです。皆さん寺院に避難してください。イバレラ、私たちは魔術の準備に取り掛かるわよ。トロールがこんなにたくさんいるなんて。すごいすごい、トロールどもはあんなに魔法もなしで、どっちが化け物なんだか。確かに人間離れしている。あの本にまとわりつくあの影は、トロールの大嫌いな性別した木の実をぶちまけるのよ。トロールが近寄ってこない。どうやら魔除けの力が効いているようですね。長くは持ちません。今のうちに寺院へ急いでください。人が心配ですね。私は石泥さんと救出に当たります。ありがとうございます。
殿も。皆さん、これから魔術でこの寺院に防壁を張ります。嫌いやがる。霊障には時間がかかるので、それまで寺院を守り抜いてください。ガッツさん、手分けしませんか。あの大きいトロールを借りましょう。ゲプラ、マルクト、アテ、ベ、ゲルゲル、レ、オラーム。トロールが。これがあいつの魔術。結界には近づけねえらしいな。まったく大したジョージャンだぜ。ガエルは私向きの相手のようです。任せていただきます。好きにしな。俺もこのデカブツの方が分かりやすくて性に合ってる。さすがに無茶だ。あんなのに勝てるわけが。そうでもないぞ。あいつこういうの結構慣れてっからな。
なければ。この地にいる精霊ウィンデイム。何もできねえのかよ。我は水の眷属、この地を流れる谷川の精霊なり。古の名役に従い、この地を汚せし悪霊を洗い清める。川の氾濫、トロールどもが流されちまった。魔術。キャスカとファル姉ちゃんの姿が見えねえぞ。まさか洪水に巻き込まれて。すぐ探さなきゃ。どうだ。ダメだ、どこにも見当たらねえよ。ファルネーゼ様は、お二人はまだ見つからないのですか。まだ動いちゃダメだって。大丈夫よ、きっと無事だわ。今シール家が二人のオドを探してるから。私の責任だ。私が力に溺れてしまったから、もっとしっかりやっていれば。おい、肩の力を抜け。そんなにシャチホコばってちゃ普通にやれることもできやしねえぞ。お前はよくやったぜ。正直驚いた。お前がこの村を救ったんだ。少々荒っぽかったかな。誰も責める奴はいねえよ。つうことでよろしく頼むぜ、魔女殿。いました、感じます。二人のオド、二人とも無事です。でもこれはトロールに連れて行かれてるようです。